うまい。いや今日さ、さっきあのこのチキンとか買いに行くときに、これだ、このチキン買いに行くときに、なんか友達のバイト先に行ったのよ。なんかあの薬局で働いてる子がおって、でそこで行ったんだけど、あのすごいなと思うが、なんか毎回毎回なんか立ちっぱでずっと仕事してやってんだから、なんかお客さんになんかずっと敬語使って、俺無理だわあんな。本当に1点2点3点4点あの会計方法は現金ですかクレジットですかって、めんどくさすぎる。なんかセブンイレブンみたいにもピッ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 だけしてバーコードだけ読み取って、なんかレジじゃ自動レジかな、なんかあるじゃん、それに絶対やった方がいい、絶対そっちの方がいい。それそうね、この時期ってあの一応国立財政なんですけど、あのそろそろなんか単位が発表されるんですよ。なんかうちの学校は科、量、優、修があって、あと負荷があって、でなんかその GP によっても研究室配属とか決まるんですけど、あ、ちなみに理系ですなんですけど、なんかそれがね、あのちょっと今回悪い感じなんですよね。なんか前まで俺14位か15位だったんですよ、それがもう18位19位になっちゃってて、すごい下がったなみたいな。で今友達となんか正直やりたい研究とか何もないし、なんか友達と同じとこ行きたいなと思ってるんですよ。でもその友達とかがあの8位とか7位とか、じゃああと5位か、5位とかあと3位かな、ちゃうか、4位か5位ぐらいだから、もう絶望的なんよね、ほんまに。今成績上げたいわ。今なんか拾ってくか分かんないけど、なんかギターの音するじゃん、隣さんが弾いてるんですけど、なんか結構うまいですよね。でもなんかたまにたまにって前か前3時か4時ぐらいに弾いてて、ちょっと怖っと思っちゃいました、ね、あーうまい。だけどこんなめこんだけ言って今こんもりやったけどね、今もうめっちゃ言ってる、うまっ。やっぱキャベツにポン酢ないな。さっき店に見せてかな、なんか行ったって言ったじゃん、なんか買い物しに。その時にあの家族から帰省する時にお土産で富士宮焼きそば買ってくれって言われて買ったんですよ。これとあとこれ肉かす、これ入れたら美味しくなる。買ったんやけどなんかすごい高くて、これ1本ないだと思う、100円で、これが1本277円ぐらいで、めっちゃ高いんや、ほんとバカらしい。なんか全然お土産とかいらんよとか言っといても、なんか1500円ぐらいかな合計で、バカ高いって本当にもういらねえだろみたいな。結局人間ってやつは癒やしいですよ本当に。うまっ、さっきからうましか言ってないな。